セナがこの序盤でどこまでこのシューマッハを当たらせるか、セナは嫌ですね、後ろにシューマッハ肉薄肉薄ですね、この場所で超えるはずだったあの人、セナだ、セナだ、セナがなんとウォールにクラッシュ、目標は目の前から消えた。セナ was my idol。 それから12年、 F1 そのものを背負わされた皇帝にまとわりつく呪縛。勝っても勝ち続けても永遠にあの人は超えられない。そしてファイナルラップへと入りました。まだまだ危ない、ビハインドシューマッハ、どうか。ここもフェルナンド・アロンソが抑えた。勝ったのはフェルナンド・アロンソ。超えるべき壁を失った男の悲劇と、超えるべき壁を睨みつける若者と、ああ、また怒っている、前にいるマシンが邪魔だと怒っている。なんと、なんと、ビハインドシューマッハ引退を覚悟した皇帝が今夜最後の聖戦に臨む。セナは嫌ですね、後ろにシューマッハ肉薄肉薄ですね。ミハエル・シューマッハは知りたい、あの戦いの答えを。